2人の面白い、町に関する話を聞いているうちに、僕がやることが、面白くさらに盛り上げないといけないのが苦痛であります、もうちょっとなのでお付き合いください。この半年ぐらいで関東近辺から九州ぐらいまでのいくつかの祭りやそのアートのプロジェクトを見てきました。それでそれぞれプロジェクトというかあることを継続的にやっていくようなそういうものに出会ってきたのです。で、はい、じゃあ草っぱらの方いますかね。下中さん来てますか。一番最初に草っぱら公園というのが出るんですけれども、この3つですね。草っぱら祭り、これは大田区の南久ヶ原にある公園なんですけれども、その話と2番目に九州の高千穂まで行って、ある夜一晩で5時から始まって翌日の朝の11時まで延々と神楽があったんですけども、僕も一睡もしないで頑張って付き合いました。それの前後にエコミュージアムって概念があったので、かなりの田舎なんですけれども都会でもヒントになるものがあるかなと。で3番目は小金町バザールで横浜市ですけれども、これは元開く場所というか、青線っていうんですか、そういう女性が身を売るようなところの場所をですね、それでは困るというので町の人々が立ち上がって、小さな間口90センチもないようなお店をギャラリーにしたり、そこに住み込んでアート活動をするような、その3つをちょっとご紹介します。いいですかね。草っぱら祭りですが、これは大田区の千鳥っていう駅から5分ぐらいなんですけれども、大体1700平米ぐらい、50メーターに、35メーターぐらいのそういう地べたがある日、映像始めていいですよ。はい、年々こう出るんですね。これは草っぱら。それでそれを近所に住んでいた奥様方が区役所がその工事として公園になりますというのが出たんですね。でその時に、どんな公園になるのってみんなが集まって、普通の公園じゃ嫌いよねとかいうふうに奥様方が何人か集まって、それが出発で区に言いに行ったんですね。どんな公園になりますか。区の人がまだ決まっていません。で関心があったらあなた方考えてごらんって言われたんで、日夜みんな集まって奥様方が、その草っぱら公園っていうのを作り出すんです。でコンセプトは原っぱ草っぱら、原っぱ広場草っぱら、つまりこう小さい頃には東京にもいっぱいあったそういう空間がだんだんなくなってきて、南久ヶ原も住宅地にも変わってくるんですね。その中で原っぱがなくなった。で、できたらその土地付きの500坪、600坪ぐらいのところを自然体を残したいねっていうのを区に言ったら、区の方が OK しちゃったんですね。どうぞ、じゃあ運営任せるからやってもらいなさい。それで運営を含めて近所の主婦たちがやりたい。そういう公園で1年1回行われるお祭りなんですけれども、何をお祭りかというと、多分僕はみんなが集まって公園を作ったのがいいんだけれども、公園をただ運営して管理するだけでは日用品としては使えない、自分の管理者になっちゃうつまんないんですよね。でもっとみんなで元気になろうよっていうので、そういうことでお祭りを、しかも誰かを呼ぶんじゃなくて自分たちが工夫してお店を作ったり、公園で相撲大会を開いたり、栗が欲しければ栗を食べようとか、あるいはカレーが集まればカレーをして焼き芋大会をやろうとか、そういうふうに本当にアイデアができる。これだけのお祭り。で、これは真木君という、僕は文系大でも小学校教えてるんですが、そこの学生で、彼は山登りする学生なんですけれども、そのロープワークとかそういうのができるので、この日初めて来た人が、この会場のシートをかける仕事をしてみたいですね。それからこれは流木を持ってきてこういう会話事項をやったり、まずとしてはそのこういう声の着物があったり、これは子供が作った積み荷みたいなものを作ったりですね。
それから、まあ、よく虫とか、カンを作ったりとか、ここは子供たちが昼間から酒盛りするんですよ。面白いのは、大人たちはかなり真っ赤な顔をしているので、子供たちは勝手に遊んでいて、そういう関係は普通の家族にはないんですよ。もう早い、もうないんですか。お母さんは入場生なんで、ね、あまりにも入場生なんで、これはないんですね。そういう優秀な家庭のようなね、むしろ子供以外の人がいた方が、家族いた方がなんか安心できるんだけども、この草っぱら公園の面白いのは、そういう複数の親、おじいさん、おばあちゃん、お父さん、おばあさん、いとこ、全部がいるような感じで、お互いの顔を知られてますし、あるいは、これ近隣だけじゃなくて、全国からこのお祭りに来るんです。で、僕も今年から参加したんです。で、2回ぐらい、ブラブラ見に行ったんですけれども、やっぱり、ただ見てるだけではね、このお祭りの皆さんがわからないんで、この2人の下中さんっていう、これの、企画者なんですけれども、で、僕も今年はですね、意を決して、もし見に行くんだったら、僕も企画者にも縁ではないかと、それで流木を担いで、子供たちと一緒に回るとか、日本語学習になったんですけど、そんなふうにみんながこう、それぞれの居場所を作ったり、仕事を作って、楽しんでいるというような学習になりました。大家族というのは今ありませんけども、あります。基本的に大家族ではなくて、今やってるのに新社のコミュニティというのは、このスタジオの総理総裁でも結構こう、いろんな人が会談した新しい大家族、あるいは部族と言ってもいいのかもしれない、そういうものがこれなんではないかなというふうに思いました。で、次が九州の高千穂という日本神話がずっと流れている村、部落ですね、もう限界集落です。300個ぐらいしかなくて、そこがお金もない、ものもないんですけれども、ただ大自然があって、そしてこういう小屋があるんですね。椎茸乾燥施設、はい、でこの椎茸を乾燥小屋なんですね。これを高見さんと出てきますけれども、プロデューサーの人が、プロデューサーというか、クリエイターなんですね。この部屋でもギャラリーになるじゃないかと。これ、光は隙間から来る光と、学生たちが開けた小さな穴しかないんですけども、そこから来る光でも十分物が見れるから、地元の竹でもってご飯の照明器具を置いたりとか、そういう非常にこう劣悪な環境の中でも、そういうものができるんだということをここでは展開していました。で、村にはこういう小屋とか水車小屋とか人がもう、使わなくなって廃屋のようなものがあるんですけれども、それを逆にこの村屋を民家に改造しました。そうするとこんなような部材が突然出てくるわけですね。で、新しくデザインをしちゃいますと、ああいうものがなくて、一人のデザイナーの、完成だけで全部が 100% できるわけですけれども、こういう修復っていうのは、昔の人の考え方、あるいは昔の人が作ったものが、それを動かして改造しなければならないっていう、そういうことがこういう部分に呈してて、大変面白い空間が。で、これ高千穂の、で、これは次の、ここはギャラリーがいっぱいあるんですね。これは石蔵といって、農業ですから、穀物が取れると、こういう、8畳ぐらいの玄武岩でできた石蔵を建ててるんですが、その中の1軒が、やはり、こういう展示スペースになってました。で、この蔵はあったんですけれども、その地元にある、あるいは自分の家に残っていた古材、古材を使って、リフォームして、ギャラリーです。で、面白いのは石の壁なので、石を積んだこう目地があるんですね。窓からの目地に、その装飾カラーを入れて、この光とこの、これ窓もその空気が出入りする屋外と接してるができるいいですね。非常に寒いと思いますけれども、そういう中でこういうものを見る、しかもこの写真は、夜にやられる神楽の石の積み方が待った写真なんですね。重なって、お家の方にとってもとてもこうプライドがあるというか、とても嬉しい話だし、
見に来た人もその写真を見ながら家主さんと何か会話ができていくのがそういうものでした。でこれもあの窓はですね、入り口とあの窓しかない、入り口とあの蓋が張るような窓しかないんですが、そういう劣悪な中で展示をしているという面白い例でした。でここはあの農業が主体なんですけれども、これは元の牛小屋ですね。牛小屋をまたギャラリーにする、まあ、あのエコミュージアムっていうものなので、地元にあるその暮らしを見てもらったり、地元にある何でもない滝であったり、地元の人が、目印にしている大ヶ谷とか、そういうふうな、あの都会から見たらほとんどそれは有名なものではないんですけれども、そういうものを、自分たちの新しい資源にして、我々が言ったら岡倉を見る半日ぐらいをかけて、あれこれこれが大ヶ谷だよとか、これがなんか妙見の滝なんですよとかいうふうに、何でもないものなんですけれども、それを発見して見ました。でこれはこういう牛小屋がこんなふうにギャラリーになったり、農具を展示するスペースになったりしますと、村人が元気づいてきた。なぜかというと、このスペースができたので、夜な夜なみんな集まってきて、酒盛りをしたりしながら村のこととか、仲間のこととか、そういうことを議論しているというふうに言ってましたね。でこの人が高見さんですけれども、今回の、全体を提案した方です。でこのプロジェクトも、エコミュージアムというように、田舎にある田舎でごく普通にやられている身の丈の生活を都会の人に見てもらって、そして夜の神楽も辛いけれども15、16時間付き合ってもらって、そして、そこにその村の紙面をお土産に見ていただいて帰ってもらうというものでした。はい、でこれ最後 の小金町バザール、これはぜひ行ってみてください。桜木町の駅から西側に10分ぐらい行きますと日の出町小金町があります。でそこはかつてはとても夜子供が歩けない、女性が歩けないような、危ない場所であったんですけれども、今でも警官が24時間体制で見てるという意味では現役でそういう商売をする人がいるわけですけれども、こんなようなわい雑というか悪場所っていう、そういうものです。でこういう通りがありまして、次の写真でびっくりしますけれども、あれはドア幅の店なんですよ。あれテントがありますけど、あれは幅90センチで、90センチで奥行きが5メーターぐらいの部屋で商売してるわけですね。で1階でお酒を飲まして2階に部屋があってっていう、そういう形の開く場所なんですけれども、それが阪神淡路大震災の時に関西でそういう商売をやってた人たちが焼け出されて、どこ行ったかあったらここにこう入っちゃったんですね。で一気に何百軒というのに増えたので、住んでる人たちは立ち退きをしたりして町が危なくなったんですね。でその時に警察とか横浜市が一緒になって、その売買作戦といって、そういう人たちをさよならしようよということでやりだしたら、何軒かその物件が空き家になったんですね。でそれを横浜市が買い上げて、でとりあえずその町づくりを考えるための拠点を作るんですけれども、その拠点に入ったそういうプロデューサーというか、そういう人たちがアートというものを媒介に何かできないかというので、考えていくわけです。その時に単純なアート、美術館にあるような取り澄ましたものではこの場には合わないだろうと。でこういう空間を残したまんま、新しいそのアート、つまりアートが変わらないといけないだろうということで、新しい若い学生さんぐらいの人とか若いアーティストが入り込んで、何人かは実際にそこで間借りをして、1階がアトリエで、2階が住居、あるいは平面のプランの半分がアトリエで、半分が展示スペース、商売をするという、商売というか絵を売るという、そういうふうな形で今実際に暮らしています。
で、今日 の、 シビックプライドの話、それから町を面白くするって話もありましたけども、やっぱり町をこう2倍3倍楽しむ方法っていうか、それを考えることがとても大事なんだなと思いますし、そういう形で町の中をみんなが歩き出すと、やっぱり我々は変わるんじゃないかと。でここにこうちょっとオチがあるんですけど、町を面白くする面白いってありますけれども、アクロスティックの詩みたいですが、まあ、こんなようなことなのかなと。で、おでおっと驚く、まああっと驚く、おっと驚くですか。そういうさっきもありましたね、既成概念を外そうと。それからおもで、それぞれに思いがあるというね、まあ先ほどの蔵であったり、そういうものにこう思い入れがあればそういうものを残してこうよと。おもしっていうのは、まあ歴史みたいなものですか。そういうなんかこうつながりとして、僕らにはこう重しが乗っかってるじゃないかと。でそういうものもそれはそれで肯定して、一緒に担いでいこうと。そういうのもどうかなと。だから面白は白がテーマで、なんとなく白ってのは余白だし隙間だし、都市の中を歩いて遊ぶっていうのも多分隙間芸みたいなものかなという。それはそれでいいんじゃないかなと。それから面白いで最後巻き込むみたいな、まあ、そういうふうなこう、これは別にまとめても何でもないんですよ。ただそういうことです。で僕も小さい頃、僕は池袋育ちで、井口先生のこれとは違って、少しいわゆるバスへというか開く場所ですね、池袋はね。でそこで育ったんですが、学校が駅前にあって、駅前が闇市でした。で朝から清水姿のお坊さんが夕方の料理を作ってたんですね。でそういうのを見ながら小学校の時に通ってて、素晴らしい、素晴らしいとは思いませんけれども、もう目が点々になっちゃって、うわすごいな、大人の世界はこういうもんだと。で学校の帰りに家に帰るのが嫌で、その辺をうろ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 してて、寄り道をして育ったものなので、ここ40年ぐらいずっと町を寄り道しながら楽しんでる人間なので、また何かそういうことで一緒に何かやっていきたいと思います。どうもどうもありがとうございました。